はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりの野猿二郎さんにお邪魔したいと思います。僕もね、こちらの野猿二郎さんには4年以上前からお世話になっておりまして、いろいろね思い出があるお店なんですが、こちらのラーメンもつけ麺も僕本当に大好きなんですよ。ただね、初めて撮影でお伺いしてから4年経った今、一回もね動画で小ラーメン小つけ麺、いわゆるね並盛りを食べておりません。皆様にも大好きとお伝えする上で、並盛りはね一回これ動画で撮影しなきゃいけないと思っておりましたので、今日はね波のメニューを食べていこうと思います。このままねお店の方に入ってラーメン食べていこうと思います。ということで店内の方に入っておりまして、すでにね1杯目到着しております。こちら1杯目いただくのが小ラーメンでございますね。野猿さんでこのサイズの丼が見れる日が来るなんて思ってもいなかったんですけど、嬉しい限りでございます。伸びちゃうとねいけないので、早速いただきます。ひとまずこちらの野菜からいただいちゃいましょう。しっかりとね野菜の甘みも感じる、ちょうどいい出かけなんで、これだけでもね十分うまいんですよ。ボールはねお任せでお願いしたんですけど、多分ね野菜多いわ。うまっ。ちょっとスープいっちゃうか。うまっ。いやマジかよ、出汁効きすぎだね、うますぎる。これ豚の出汁がしっかりとにじみ出て、そこにねこの醤油の程よい甘み、いやうまいよ。そしたらこの辺りでねこちらの麺いっちゃいましょう。あ、これが食いたかったんですよ。やば、ふわっとした麺じゃなくてもちもち系の麺なんで、しっかりと麺にも出汁の味が染み渡ってて、めちゃくちゃうまいです。ちょっとねこれ皆さん見えます？こんな感じで返しに染まった茶色い麺、やばいでしょ。これ豚いっちゃいますか。これね豚やばいでしょ。これ食べなくても分かる柔らかさ。まあつけ麺が到着です。ありがとうございます。今ね2杯目のつけ麺も到着しましたんで、これラーメンガッと食べちゃいましょう。ということで、ただいまねこちら1杯目の小ラーメンしっかりと完食させていただきました。一旦ね、ごちそうさまですということで、そのままね、つけ麺を食べていきましょう。さあ、ということで2杯目いただいていきましょう。2杯目いただきますのが、小のつけ麺でございます。こちらもね、早速いただきます。ひとまずね、麺からいただこうと思うんだけど、こんな感じでございます。まずね、野猿さんは麺がめちゃくちゃうまいから、つけ麺にするとラーメンと全然感じ方が変わってくるんだけど、しっ
かり締められてもね、感じる小麦の香りと乾水の香り、かつこのコチのある食感、マジで絶品です。そしたらこちらも漬け汁にいっちゃいましょう。うわ、やば、画面いっぱいにうまいが広がってるよ。じゃあこちらもいただきます。この野猿さんのつけ麺はラーメンと違って酸味も加わってて、で甘みもあって、なんかねごま油っぽい風味もするのよ。マジでうまいっすよ。以前ね、僕の動画でも何度かお邪魔させていただいていて、本当にね、お世話になった黄金井二郎さんというお店がありまして、今はね、閉店してしまったんですけれども、実はね、黄金井二郎の店主さんは野猿二郎さんのお父様なんですよ、実のね。黄金井二郎さんが閉店してから、今は黄金井の親父さんが麺を打ってまして、ほんとね、この麺がものすごいつけ麺に合うんですよ。もちろんラーメンにも合うんだけど、個人的にね、この組み合わせマジでやばいっす。ここでつけ麺だけでできるアレンジメニューというか、デカ盛りでつけ麺をいただくとき毎回やってたんですけど、こちらの生卵を用意いたしまして、この生卵にちょっとね、卓上にある返しを入れるんですよ。で、溶いて、この卵にこんな感じで、うわー、これやばいでしょ。これがね、とんでもなくうまいんで、ちょっといただきます。麺をね、100% のパワーで味わい尽くせるんで、ぜひね、これもお試しください。もうこれで最後ですよ、麺が。あっという間だな。おいしい。めちゃくちゃぴったりすぎるタイミングでね、3杯目到着しましたんで、つけ麺食べちゃいましょう。ちなみにね、これつけ汁につけた麺をこれ卵にくくらせても美味しいんで、これもお試しください。ということで、ただいまですね、2杯目のつけ麺を完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、3杯目でございますね。こちらね、見た目はラーメンではございますが、八重江さんにはこういったメニューを辛いのに変更できる食券がございまして、今回はね、そちらの食券でこちらのラーメンを辛いのに変更させていただきました。そしたらね、こちらもいただきます。いや、でもちょっとみんなごめん、これ勘違いしてた。これね、辛いのじゃないっす。今日ちょっと販売しているしそどくろっていうメニューがあって、これはね、それだね。めちゃくちゃ間違えたわ。今ちょっとお伺いしたんですけど、この香味油にしそ油を使ってるみたいで、香ばしさもあるんだけど、しその香りがしっかり入ってて、これ、ね、めっちゃうまいっすね。ラーメンよりは少ないけど、混ぜそばよりは多いぐらいの、まあ、汁量なんで、ちょっと、ね、塩味が強いんですよ。なのでさっき試した返しに入った卵ではなくて、改めていただきましたこちらの生卵を使ってしそどくろ絡めていきたいと思います。はい、しそどくろこんな感じですね。いただきます。生卵合うなこれ。
生卵も食べきっちゃうか。どう？お。この豚がさ、もうとにかくとろふわなんだよね。ありがとうございます。ということで、ただいまですね、3杯目いただきましたシソドクロ完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、最後ですね、こちら4杯目でございます。辛いのに変更したラーメンでございます。正直ね、大食いするときって辛いのって結構きついので、今までね、撮影でも避けてて、辛いの食べるのおそらく初めてかもしれないです。これこれでね、めっちゃ楽しみなんで、早速ね、でもいただきます。スープからいっちゃいましょう。辛っ。あーでもうまいな。あーなんて言ったらいいんだろうな。もちろんね、ベーススープの美味しさ、これはしっかりあるんだけど、辛みの部分である唐辛子、これがね、火を通すことによってパプリカっぽいような、まあ、そういった甘み風味もあって、すっごく奥深くなってて、うまいね。これは吸ったらいけないかもしれないですね。うん、あのね、お腹いっぱいとかじゃなくて辛い。店主さんもね、僕が中本さんとかが好きなのを知ってるんで、まあ、少しね、辛くしたよって話はしたんだけど、いわゆる中本さんの日本の唐辛子みたいな辛さではなくて、キャロライナーとかジョロキアとか海外の唐辛子のそっち系の辛さで、結構きついわ。やっぱ、大食いの時に辛いのはやばいな。ちょっとね、さっきお願いさせていただきまして、今日ね、動画なんで本当に特別、普段はもちろんやってないんだけど、お持ち帰り用のね、袋をいただいて詰めさせていただけるってお話はしてあるので、仮にね、撃沈したとしても残った分はね、お持ち帰りさせていただくんですけど、さすがに麺だけは今食べきっちゃいましょう。あ、よっしゃ、ちょっとこれ麺の最後です。すみません、激沈でございます。残りはね、豚と野菜だけなので、特別にね、普通はやってないですが、お持ち帰りをさせていただきたいと思います。よっしゃ。あ、ということでですね、動画だと1年ぶりぐらい、最初に来たのがね、もう4年以上前ですが、今回ですね、初めて小ラーメンや小つけ麺、通常ね、提供していただいているサイズでね、ラーメン等をいただくことができました。とにかくめちゃくちゃうまかったです。ちょっとね、僕自身も調子乗りすぎて頼みすぎたのもあるんですけど、いや本当にですね、美味しいラーメンいただけて、幸せな撮影でございました。本当に人気店ですので、普段、週末なんかもすごく並びもすごくて、駐車場待ちとかになると近隣のご迷惑になってしまって、駐車場待ちとかはね、あの駐車場の前でするのはやめてください。その他ね、あの当たり前のことではあるんだけど、来店する際のルールなんかは駐車場のね、三角コーンとかにも書いてありますんで、よく読んでもらって、迷惑にならないように、ぜひねこの八重二郎さん食べに来てみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。しっかり今袋いただきましたんで、これは食べさせていただきたいと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。
腹いっぱい。